夜中、ドアを叩く音で目が覚めました。こんな夜中になんだよ、と思いながらドアスコープを覗くと、笑いながら3、4歳の子供がドアを叩いています。何事かと思い、ドアを開けると、と子供とは思えない、のぶとい声で抱きついてきたところで目が覚めました。怖い夢だったなと思いながら、新聞を取りに外へ出ると、ドアに小さな手形がたくさんついてました。私が小学生の頃、誕生日に買ってもらった双眼鏡で、部屋の中から外をよく眺めていたのですが、必死な顔をした老婆がこちらに向かって走っているというより滑っているのが見えました。足は全く動いていないのに移動しているのです。何かなと思い見ていると、双眼鏡なのでありえないのですが、なぜか私と目が合っているのです。そのまま老婆は私の家の近くまで来たのでやばいと思い見るのをやめたのですが、家のドアがバンバン叩かれ、私は泣きながら隠れていると音はしなくなっていました。本当に怖い体験でした。成人式に参加した時、私は地元を離れていたので久しぶりに帰ってきて懐かしい友達に会っていたのですが、小学校の時すごく仲が良く毎日のように遊んでいた友達に会い、久しぶりの再会に喜び近況報告や昔話をしていたのですが、突然友達がおめでとうと言って煙のようにスーッと消えたのです。後で知ったのですが、その友達はだいぶ前に病気で亡くなったそうで、私に会いに来てくれたのだと思うと嬉しくもあり悲しくもなります。昔祖母の家に行った時、昼ご飯を食べている時、廊下から足音が聞こえてきたので見てみると、障子の破れているところから目が覗いている。誰かいれば障子に体の影が見えるはずなのにそれがない。祖母は、あれは覗くだけで何もしないから気にするなと言う。私たちは昼ご飯を再開した。入院中、夜寝ていると隣のベッドからカーテン越しにうめき声が聞こえる。具合が悪いのだと思い、大丈夫ですか?と声をかけたのですが、ずっと苦しそう。ナースコールを押し、看護師さんを呼んであげたのですが、やってきた看護師さんは、隣のベッドは誰もいませんよ、と言うので見てみると、誰もいない。その後もうめき声が聞こえてきたのですが、私は退院するまでその声を聞こえないふりをしました。私が小学生の頃、祖父のお通夜の時、夜眠っていると、体をゆすられ目を開けると亡くなった祖父がいます。そして、お前に決めた!と言い、突然首を絞めてきました。その時、親戚のおじさんが、どうした?大丈夫か?と部屋に入ってきました。後で聞いたのですが、バタバタ音がするので何事かと思い、部屋に行ったら私が泡を吹いていたので、びっくりしたとのことでした。あれは本当に祖父だったのでしょうか。子供と公園に行く途中、街路樹の柘の中からガサガサ音がするので、子供が、何の音?
と聞いてきます。私は鳥がいるんだよと言って葉を少し避け、柘の中を覗き込むと、たくさんの人のものと思われる目が一斉にこちらを見てきました。慌てて飛びのき、私たちは公園へと急ぎました。私の同僚が家族で帰省中、事故で奥さんと娘さんを亡くしてしまいました。その後、久しぶりに同僚と会うと、なぜか同僚はニコニコしていて、どう声をかけていいか悩んでいた私は驚きました。久しぶりだし飲みに行こうというので行ったのですが、全く落ち込んだ様子はなく元気なのです。しばらくすると同僚は家族が待ってるからと言ってお開きにし、帰ることにしました。お互いの家は割と近所なので、一緒に帰り同僚の家の前で別れるとき、なぜか同僚がただいまと言うのです。すると小さな女の子の声が聞こえ、ドアが開いたのですが、ドアの先は暗く、誰かがいる気配はしません。同僚は一体何と住んでいるのでしょう。夜コンビニに買い物に行ったとき、レジに一人のおじいさんがいたので、後ろに並ぶと店員が私に向かって、どうぞと言うのです。私は言われた通りレジに品物を置き、会計をしてもらっている時、おじいさんが気になり、そちらを見るともういません。たった数秒の間にいなくなったので、驚いて店員さんに、今おじいさんいましたよねと聞くと、店員さんは怪訝な顔をして、私は見てませんが、ここはいろんなお客さんが来るのでと言われました。私はそそくさと帰りました。学校のトイレでのこと、個室で用を足していたのですが、どこからか視線を感じ、気持ち悪いなぁと思いながら見回すと、ドアの下の隙間から誰かの両目が見えました。覗きだと思い、ドアを蹴飛ばしたらいなくなったのですが、ドアの下の隙間から両目が覗くことなど不可能だと思い、ゾーッとしました。